俳優の高橋文哉が23日放送のパーソナリティを務めるラジオ番組、高橋文哉のオールナイトニッポン X クロス日本放送毎週火曜深夜0時に出演。周りに気づかれないという自身の悩みについて語る場面があった。高橋文哉、最近声をかけられない、最近外で声かけられないと口を開いた高橋、変装はしていないにもかかわらず、街を歩いていても、声をかけられない、のだという。例えば、普通に、表参道とか歩くんですよ。仕事終わり、メイク終わった状態、で歩きそのまま食事をしに行ったりすることもあると話した高橋。ところが、誰にも言われないと顔バレするようなことがないのだそうで、それが、最近の悩み、と口にした。あえて、気づかれたい、わけではないとも愚痴にしたものの、声をかけられると、嬉しいと高橋。ただし、後ろから声をかけられると驚いてしまうため、前から声をかけてほしいとリスナーたちに語りかけた。高橋文哉。最近遭遇した思わぬ出来事とは、そんな高橋がある日撮影後に食事をしに行った際、船員が代わる何人もテーブルに来たことがあったのだという、芸能人豆知識として、そういう、いろんな店員が来る、じって、お店側に気づいてもらってる時、であるため、顔バレもするかと嬉しい気持ちに。しかし、お店からは何のアクションもなく優しいな、と思いながら食事をしていたのだとか。すると食事も終盤に差し掛かった時、違ったら本当に申し訳ないんですけど、00の方ですか、と、店員さんから近くにある居酒屋の店名で声かけが、ついに来たかと身構えた直後の意外な一言に、はい、その居酒屋の店員さんは、男前なんですか、と思わず返答したと振り返った。あまりに想定外の体験をした高橋は、その場に居合わせたマネージャーと笑ってしまったそうで、こんなこともあるんだな、としみじみ感じたと語っていた。